どん。Hey guys, my name is わさもんの人みちは。改めまして、推しがすぐ死ぬ男、わさもんです。よろしくお願いします。毎日 YouTube にアニメリアクション動画を投稿しておりますので、もしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは地球外少年少女第2話、霧と闇です。はい、ということで、前回のおさらい第1話。ですね、地球から違う、まずごめんなさい、まずなんかね、宇宙にまず男の子と女の子と、まああとはそこで働く人がいる。男の子が投薬、女の子がこの葉ちゃんで、なんかこの2人はインプラントっていうものをなんか入れてるらしい。それがなんかどんなやつかは分かんないけど、あんまり良くないものっぽい可能性がある。なんかちょっと前に倒産しちゃった会社のなんか不良品だなんだみたいなのがあるらしい。で、宇宙でも過ごしてる。で、この多分2人ともかな、あのこの宇宙で生まれて育ってるっていう感じですかね。で、もう片方の方としては、地球から、人間が3人、男の子2人と、女の子1人、なんて言えばいい、お姉ちゃんと弟の方がいると、あと一人がなんかそのなんかその機関の公認のハッカーみたいな人が、まあそのね、来たの宇宙に。で、まあ何、その未成年招待キャンペーンみたいなやつで行ったんだけども、そのハッカーが、あのトウヤがあのダッキーを使ってそのハッキングをしてるっていうのが分かってたから、俺はお前を逮捕するぞっていう感じで、まあなんかね、こうバチバチになんかすっげえかっこいいやり合いをしてた。だけどそのタイミングでちょうどこう彗星がね、なんかやってきちゃって、それがぶつかってしまった。で、危ないっていうところで終わっております。こんなざっくりでいいかな。まあこんなもんだよ、すっげえざっくり説明したらになっております。なんでね、もう第2話の始まりがその衝撃波が来て手を離してうわーってなってるところで終わってるから、そっから始まると思いますね。どうなっていくのやら、早速第2話見ていきたいと思います。もしこの動画が面白かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。そしてツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローもお待ちしております。よろしくお願いします。マジでどうなるかな、わからんぜ、わからんよ、打つかもしれんじゃんこれも。はい、それでは、Netflix で再生していきます。3,2,1 スタート。やべえ、ちょっとずれたネットフリックスアニメシリーズ。大丈夫でしょ、今の白いの分かったでしょ。もう逮捕じゃん、マジで捕まるやつじゃん。なんだよ、助けてやったのに。弁護士じゃないんだ。どこ重力フロアなんだろう。そう、火星か、火星。第2話、霧と闇。12は動いてんな。よかったよかった。NASA は？大丈夫だよね？大丈夫だよね？
あ、よかった、クソビビって安心ライブ。繋がらないんだ。ネット繋がんないじゃん。やばいやばい。ヒロシ県外っつったじゃん今。やばいよな。火星重力フロア。外してやれよ。なんだ。力が入んない？重力か。そうよね。うわ、なんか赤く光ってる。怖いよな。降りるん。救助。マジで一番怖いよ。ここはきついぞ。やばい、自動降下。さっき言ってたじゃん。ナサ！そう、セブンポエムってなんだろうな。へえ。ブライトはどこだよ、じゃあ。早くシェルターに入ろ。こんな感じなんだ。そうね。お、よかった。ああ。ここが一番辛いな。どうにかなんねえかな。上
上に上がれるか。本当だよ。わかる。俺も嫌い。うん、俺もそこまで嫌いじゃない。繋がんないよな。A シリンダー、火星フロー。 A シリンダー、主任いるくない？やっぱテロ。当たり前じゃん。ネットが使えてねえんだから。アナログも大事だよ。え？なさ。そう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 。そうね。重力リハビリ。言い過ぎだよ。言い過ぎだよ。そんな地球嫌か。本当だよ。いいんじゃねえよ。オニクロ。何を言ってるんだ。ユニクロじゃん、絶対。
だピアツーピアってなんだ。そんなこと言ってる場合か。なんだ。ピアコム。ほう。お、お肉のめっちゃ合うんじゃん。めっちゃ寒いじゃん。やばい、木の葉大丈夫かな。欲しい型。ひー、マイナス3度。お肉ろ。色選んでる場合かよ。あ、この葉に持ってくんだ。まだ下あんのか。どこ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 。クジラの鳴き声。へえ。なんか疲れてんな。お前ら。どこ行ってんだ。やっぱ疲れるよな。お、使えるか？使えた。怖いよな。置きっぱになってんだな。やべえ。
この葉の75%って。わかんねえよな。本当だよ。人命救助に。おい。しかねえや。おお、よかったー。よかったー。ああ、よかったー。脳に入ってんだ、インプラント。うん。うえ。だろうな。うん、チャイルドシンドロー。それで溶けてないんだ今。溶けかけて。そんなやべえか。おお、カメラねえが、ハートになった。なんだこのクジラの鳴き声なんだろう。なんだろう。よかったよかった。おい、肋骨やってんのかよお前。何立て話していい、何にもわかんない。言っちゃったか。
ってたか。地球に生きていく。大っ嫌い。国連なんだ。一緒だ、気圧だから開くね。主任いるんじゃないの。めっちゃいいじゃん。結構わかんねえと思う。いいよ。NASA 大丈夫かな。バカお前、触れちゃダメだってそういうの。マジか。これなんだろう、クジラの鳴き声って。すげえ、こんな風にして登るんだ。なんだ？なんだ？なんか降ってんぞ。エラー。雪？なんだ？どういうこと？やばい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 。やばいって、なんだ。うわ、やばい。なんだ。なんだ、何が起きた。うわ、お前なんでそんなところいんだよ。やばい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 。主任。
やばいって。どうした？どうした？ロックオフ。お、なんか安全そう。やばい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 。やばいやばい、はか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 。嘘だろ、なんでだからこんなめっちゃいいところで終わるんだよ。あー、マジどうなんだろう。え、やば。あれ、入るときに主任が閉めればよかったのに。うーわー、やっぱ面白いな、これ。なんだろう、何、みんな映画館で見てんのかな、やっぱ。いや、でもやっぱ映画館で見てーよ、これすげえ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 、マジで。うわー、でも今のところに入るじゃん、閉めるじゃん。でも穴開いてっからもうあそこ開けらんないし、開けらんないっていうか、もうあそこから出れんくないか。だからあそこに何が入ってるかによるよな。なんかもっと頑丈な宇宙服みたいなのが入っとれば多分そっと出れると思うけど、あの格好のまんまじゃ意味ないって NASA も言っとったしな。いや、マジどうするこれ。デデン。しんどい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 。今この画面ね、イングリッシュバージョンとか書いてある。いやー、すげー。そうだよね。だから A なんだよ、 A シリングだったか、 A なんとかの温泉に使ってくるわって主任言ってたから、まあ主任がいてよかった。主任はあのあれはなんて言うんだろう。主任は何なんだろう。あんまり深く突っ込まない方がいいのかな。でもなんかあれだもんな、他の AI はなんか機械っていう感じがするけど、主任はあれは着ぐるみ感があるのはなんでなんだろうか。そこはちょっと謎いな。でも着ぐるみ、着ぐるみだとしたら中の人がいることになるよな。でもなんか喋ってる感じ、声は電子音みたいなんだったから、なーんなんかな、まあわかんないけど、まあ、とりあえず深くは考えずに多分後々わかることなんだろうな。いや、すげえ、いいところでまた終わりやがってよ、本当に。いや、でも面白かったんでね、また今後もね、見ていきたいと思います。はい、ということで、もしこの動画が面白かったら、高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。そして、ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方にもリンク貼っておりますので、そちらのチェック、ぜひお願いします。はい、ということで、地球外少年少女第2話、霧と闇。でした。ありがとうございました。